どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日2024年1月に買ってよかったものという動画を公開しました。この買ってよかったものシリーズは毎月恒例でやってるんですけども、昨年くらいからこの買ってよかったものにちょくちょく登場しているメーカーがありまして、それが今日紹介するマーナというメーカーなんですけども、皆さんマーナご存知でしょうか？マーナは暮らしに役立つ生活雑貨をいろいろと出しているメーカーさんで、生活を豊かにするアイデア商品が結構いろいろあって、実用的でデザインもねおしゃれなものが多いので、うちにもねこのマーナの商品が増えてるんですけども、これ買って便利だったなっていうのが結構ありましたので、今日はその買ってよかったマーナのおすすめアイテムっていうのを紹介していこうと思います。では早速行ってみましょう。まず一つ目はこちら、360度カップです。こちらのマグカップなんですけど、一見これ普通にこう蓋をしたマグカップのように見えるんですが、これこんな感じで蓋を開けることなく360度どこからでも飲めちゃう半密閉式のマグカップなんですよね。カップ部分は真空二層構造になっているので、冷めにくくて温かい飲み物を長時間保温したまま飲むことができます。この前ね、冬の寒さ対策アイテムっていうのを紹介した時に、こちらのサーモスの蓋付きのマグカップ、こちらもね紹介したんですけど、この後にねこちら買ったんですが、このねサーモスの方はまあ蓋をすれば、ね、保温効果とてもあるんですけど、飲む時にいちいちこう蓋を外さなければいけない、まあ普通にね蓋なんでただ外せばいいだけなんですけど、外さないといけないっていう手間がちょっとだけねかかるんですが、こちらのマーナの方は蓋をしながら保温して、さらに蓋を外すことなくここからね直接飲むことができるという、そういったマグカップになってます。まあただねこれ隙間が空いてるわけなので気になるのは保温効果なんですけど、保温効果ね見てみましょう。これこの前もやりましたが、室温20度の部屋で90度のお湯を注いでおいて、1時間後の保温状態っていうのをねチェックしてみました。これすごくて 63.6度維持できてるんですよね。この前紹介した先ほどのサーモスの真空断熱マグカップ、こちらは同じ条件で蓋を外したものは1時間後には 39.3 度まで下がってしまっていて、蓋をした状態の真空断熱マグカップは 63.5 度をキープできました。はい、そんなわけでこのマーナのマグカップはこのサーモスの蓋付きのものとほぼ同じぐらいの保温力であることが分かりました。さらにね蓋を外すことなくこれ飲むことができるので、まあ、その手間もなくて保温力も高いって、これいいですよね。デザインもシンプルで可愛いし、飲み口もね滑らかなので口当たりもね非常にいいです。寒い冬に温かいものを温かいまま長時間いただける360度マグカップ、これね買ってよかったですね。洗う時はねこれ開けて分解してね洗わなければいけないってことになるので、ちょっとね洗う手間はかかります。なのでまあ洗う手間で言ったらねこちらのサーモスの方が楽かもしれないんですけども、洗う手間より飲む時の蓋を開ける手間っていうのは省きたいのであれば、こちらのねマーナのマグカップいいんじゃないかなと思います。はい、こちらがまず一つ目の買ってよかったものですね。続いてのマーナの買ってよかったアイテムなんですけど、これ今カップの中にねコーヒーを入れてるんですけど、このコーヒーをドリップする時に使ったこちらのコーヒードリッパーです。こちらがマーナの名前そのままですけども、ドリッパーというものですね。僕毎日自分で 4,5 杯ねハンドドリップして飲むくらいコーヒーが大好きなんですけども、昨年 SCHA というコーヒーの祭典がありまして、それにね行った時に見て気になっていたこちらのドリッパーなんですけども、僕普段はハリオかカリタのドリッパーを使っていて、まあ、他にもねフィルターたくさん持ってるんで、わざわざねこれ買う必要はなかったんですけども、ちょっとねお試しということで買ってみました。コーヒーのハンドドリップ初心者の方にも使いやすいということだったので、僕のチャンネルはねコーヒーの動画も一時期結構出していたので、視聴者さんもコーヒー器具に興味ある方多いかなと思いまして、これね試しに使ってみて、よかったら YouTube で紹介しようかなと思って買ってみたんですけど、これね結構良かったです。 1,2 杯用と 3,4 杯用があって、これはね 1,2 杯用のドリッパーなんですけど、これ仕組みがちょっと面白くて、まずフィルターの縁を折らずにそのままセットできるんですよね。こんな感じで差し込むだけで OK です。これ楽でいいんですよね。これレシピもついてまして、それを参考にすると、コーヒー豆 12g に対してお湯を 140g 注ぐということだったので、ちょっとこれを参考にしていきます。で、これ粉を入れてお湯を注ぐと、ここにね、こう小窓がついているので、このフィルターの先端を覗くことができます。この先端よりちょっと上に穴が開いていて、そこからドリップされる仕組みになってるんですけど、この先端にこうコーヒーが溜まってきたら、そこからね、10秒間待ちます。で、これがね、大事な蒸らしのタイミングになりますね。この蒸らしのタイミングっていうのもタイマーがなくても、ここの小窓からね覗きながら判断することができます。
あとは2回に分けて140ミリになるまでお湯を注げば簡単に美味しいコーヒーが入れられます。僕普段はタイマーを使って蒸らしの時間とか2投目以降のお湯を注ぐタイミングとかね、結構きっちり測ってやってるんですけども、これであればこの小窓から先端を見て蒸らしの時間とか2投目のタイミングっていうのを見極めることもできますし、あとコップの内側が見られるので、不透明のカップでもガラスとかじゃなくてね、不透明のカップでもどれぐらい今お湯が落とせたかっていうのもね、確認することができるので、お湯の量もスケールなしでもね見極められますね。なのでカップの内側に目盛りがついてるものとかだったらよりね分かりやすいんじゃないかなと思います。こんな感じで気軽に美味しいハンドドリップを入れたい方はね、これいいと思いました。でこのハンドドリップするとこのコーヒーの粉のカスが出てくるわけなんですけど、これの再利用先もマーナは用意してくれています。それがこちらです。コーヒーカス消臭ポットです。これねちょっと前に話題になっていて、結構品切れ続きだったりしたので、マーナというとこのアイテムのイメージの、ね、方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕もね一番初め買ったマーナの製品はこちらですね。コーヒーカスが入ったフィルターをそのままここに入れて、このシリコンの蓋をすることで、これをそのまま消臭剤として使うことができます。僕はこれを玄関の靴の消臭に使っていますが、いい感じにね消臭効果が出ていると思います。本体は釉薬を使用しない焼き締め製法というものになっているので、こう見た目もシンプルだしね、お手入れも簡単です。こうデザインもかっこいいのでインテリアにね馴染みますよね。玄関とか冷蔵庫とかね、匂いが気になるところに置いておくと匂い消しになります。コーヒーをハンドドリップする方は、今までただ捨てるだけだったコーヒーカスを再利用できるっていうのがね嬉しいですよね。これもね人気アイテムというだけあって、僕もね買ってよかったと思っています。マーナの買ってよかったアイテム、続いてはこちら、ウェットティッシュケースです。こちらミニマルなデザインでかっこよくて生活感もないんですけども、これウェットティッシュケースなんですよね。これただのウェットティッシュケースではなくて、これ底面が吸盤になっていて、平らなところにペタッとくっつけることができて、蓋の部分もワンタッチで開けることができるので、片手で開け閉めできるウェットティッシュケースです。底面に吸盤がついているので、これがねしっかり固定されるので、縦の動きで引っ張られることがないということですね。ウェットティッシュを使いたい時って、手とか指先がね汚れていたりベタベタしたりして両手が塞がっていることが多いので、この片手でね取れるのはねよく考えられていますよね。これもねマーナらしいというか、生活の課題解決をしてくれるね素敵なアイテムだと思います。まあ、強いて言うならこれもう少しね吸盤が強力だと嬉しいかなとか思いました。貼り付ける面が真っ平らじゃないと吸着しないので、ちょっと木目みたいな隙間があるものとかだったりすると取れちゃったりするので、まあ、結構ね置く場所は選びます。なのでキッチン周りとかだったらね置きやすいんじゃないかなとかも思いますね。あと一番初めなんですけど、まあ、開けるとこんな感じで中にねロールのウェットティッシュ入れるんですけど、これを引き出してここに通すんですが、ここのね穴がすごい狭いというか結構ねきついんで、このね1枚だけ最初に取り出すっていうのがね結構苦戦しましたね。なかなか出てこないので、ちょっとセッティングしちゃえば大丈夫なんですけど、こんなきつくしなくてもいいんじゃないかなって思ったところだったりするんで、この辺りがね改善されたらよりいいなと思いました。でもこれもね生活の課題解決してくれてるいいアイテムだと思います。このように他にはあまりないようなアイデアが盛り込まれたアイテムがねマーナさん多いので、これもね買ってよかったなと思ってます。ウェットティッシュケース、こちらもおすすめです。で続いて紹介するのはこちら、つけ置き洗いキャップです。こちらキッチンのシンクとかお風呂の汚れをきれいにするときに置きしづけっていうのをやるんですけども、これのおかげでね置きしづけがめちゃくちゃやりやすくなりました。置きしづけって排水口に蓋をして置きしクリーンを振ってお湯を溜めてしばらく置いておくっていう風にするんですけども、よくあるやり方だとお湯を入れたビニール袋でこの排水口に蓋をするんですけど、あれだとね結構蓋が浮いちゃったりしてうまくね蓋できないで水が漏れちゃったりすることが多いんですよね。そんなストレスを解消してくれるのがこちらのマーナのつけ置き洗いキャップです。排水口に乗せるだけでピタッと吸着してくれるので簡単に蓋をすることができます。かなり密閉性も高くてね全然お湯が流れ落ちることがないので、これで置きしづけをして、でしばらくしてから箸とかで隙間を作ってあげれば簡単にね外すことができます。これのおかげで面倒な置きしづけもね楽々できるようになりました。マーナーねこういったお掃除アイテムも便利なものたくさん出してるんですよね。これもね本当に買ってよかったです。はい、あとこちらもおすすめです。お風呂のスリッパです。こちらの柔らかくて軽い浴室用のスリッパです。
先端がこういう風に覆われているので、お風呂掃除とかしていてもつま先がね濡れることがないですし、これ EVA 樹脂製になっているので、こう非常にね柔らかいんですよね。つま先とかも結構柔らかいので、しゃがんでも足の甲とかがね締め付けられて痛くならないし、履き心地もね非常にいいです。ただこれねサイズはフリーのワンサイズしかなくて 23.5 から 25 センチということでね、結構ちっちゃいんですよね。で僕足のサイズ27センチなんですけど、で履いてみたんですが、まあギリギリ履けました。ただねやっぱ分厚いソックスとか履いてるとちょっとね窮屈だったので、もうちょっとね大きいサイズもあると嬉しいなとか思いましたね。あと2センチぐらい大きいやつとかあったら嬉しいです。で裏側にはこういう風にちゃんと滑り止めがついているので、お風呂でもね滑りにくくなってるのと、あと収納時もここにねくぼみがこういう風についているので、これをタオルバーにかけたりもできますし、あとヒール部分にはねこうフックを通せる穴も開いているので、お風呂にこうフックとかついていれば、そこにねこれを引っ掛けて置いておけるっていうのもねいいですよね。こういうね細かなところもいろいろ配慮して作られていていいんじゃないかなと思いました。もっと大きいサイズがあればよりね利用者が増えそうだと思いますので、マーナさんよろしくお願いします。はい、こちらもね買ってよかったマーナのアイテムですね。はい、あとおすすめのマーナアイテムはこちらです。シュパットアンブレラです。こちらの傘なんですけど、これね使ってると結構いろんな人からそれいいですねどこのですかってね聞かれますが、これもねマーナです。これねご覧の通りベルトがないんですよね。普通ねこの辺にこうベルトがついてると思うんですけど、このベルトがないタイプになってます。でこれどうやって畳むのかというと、ちょっとこう広げましてギュッと押し込むと、もうこれで畳めちゃうんですよね。開いてる状態からカチッと音がするところまで引けば、こんな感じでねまとめることができます。普通の傘みたいに濡れた傘の表面をね手をびしょびしょにしながらベルトで留めるっていう必要がないので、あのストレスがねなくなります。でこれね傘の開閉はね2段階になっていて、今1回カチッと言いましてね、この状態だとこれねちょっと軽くロックされてるんですよね。なので乾燥させたい時とかね、こういう風に半開きの状態で、まあ、玄関先とかに置いといて乾燥させて、それで傘立てとかに入れるときはここまでね畳むと、こういう風な使い方をすると便利ですね。乾かした状態で傘立てに入れることができます。で傘を差すときもここをねこのまま上に引き上げるだけなので、簡単にね差すことができます。まあねワンタッチではないので、ここはねちょっと惜しいところではあるんですけど、まあ仕方ないのかなってことですね。で僕が使ってるのがこちら62センチのタイプで、この他にね58センチのちょっとちっちゃいサイズもあります。でカラーはこちらはカーキですね。カラーもね他に何色かあるのでサイトからね選んでみてください。今回紹介したもの全部概要欄にリンク貼っておきます。はい、マーナのおすすめアイテム、最後はこちらのシュパットアンブレラでした。はい、今日はマーナのおすすめアイテムを紹介してみました。今日紹介したもの以外にもマーナはねたくさん生活を豊かにするアイテムが用意されてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日の動画は以上です。このチャンネルではこういった生活を快適にするアイテムをいろいろと紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。